今日は皆さん特技を披露してくれるということで事前にこのアンケートに答えてもらったんだけど、はいはいはい、あのねみんなね芸能人を目指すんだから1芸ぐらいみんなできないとねダメなのよ。できませんとかなしだから、はい、はい、頑張ってください。はい、じゃあ最初にやりたい人いますか？じゃあね、あの菊池さんから見せていただこうかなと。はい、はい、じゃあ持ってきて。あら、菊池さん事前に縄跳びって書いてあったんだけど。私は縄跳びができます。じゃあ菊池さんで縄跳びどうぞ。はい、それだけ？それだけ？あやとびとかできないの？あやとび、あやりんだけに。あやぶさできない。あら、じゃああやとび。おお。プラスしてなんかやってよ。プラス全然だってね、5回ぐらい誰でもできるわ。できます。シーシー大好き。あよかったわ、すごくよかった。みんなほら見習ってね。よかったわ。片山、はい、この辺でちょっと一発見してやって、はい、もしやレベルの違いがね分かるよ。片山すごいからね、本当に。昭和、これけん玉の玉をイメージします。もういいからやってくれるかな。はい、じゃあ片山はるかさんでけん玉。あのもしもし神をやるので、あの歌わからないのでちょっと歌って。はい、じゃあゆっくりで、せーの。もしもし神よ、神さんよ、世界の全てが叶えもの。すごい。あの昨日考えたんですけども、あの観覧車という技を。観覧車、観覧車どういう風になるの？ちょっと行きます。見せてます。はい。頑張れ。おー、すごい。片山さんすごいわ。なんか最初からそれやっとけばよかったわ。そうだね、どうしてもやりたかったんだもん。そのね、じゃあ次回ね観覧車できるように頑張ってください。はい、じゃあ次の子行こうかな。はい、やりたい子いないの？じゃあ私やります。おー、三田島さん、行ってきます。はい、おー、おー、なるほ
やっぱり違うわね。一輪車をしながら縄跳びなんてアヤに越しちゃってるじゃない。バブリーなんだ。おおおおお、すごい。わあ、頑張れ。え？飛んでるっていうより踏んでる感じだった。じゃあ平島さんは苦手を克服するために一輪車に乗りながら星の温度を歌ってください。頑張って。歌詞忘れないで。あなたは気持ちだけでは届かないもので。頑張って。いつも同じところで間違えちゃうから。さりげない気持ちだから。さりげない気持ちだけでは届かない。どうやって間違えちゃうんだっけ。ささやかな小さな気持ち。あ、そうか。それ言っちゃって大丈夫だよ。頑張って。はい、せーいくよ。せーの。あなたは今でもそう思ってる。ステージでもやってね。はい。じゃあ次回も秋元先生に私を星の音を選んでもらえるように頑張ります。はい。はい。じゃあ早乙女美希でリフティング。乗っけることぐらいできるでしょ。途中からこうやってポンポンポンだから。それあれはそのさ、ここからさちょんとさやって、こっからちょんとこうやって、ちょっとやってみて。先生、さっきやったんですけど、ローファーが滑ってできないんですよ。あ、そう。ちょっとローファー貸してみて。これでできなかったら本当に。そうよ、早乙女本当に言ってんよ。早く。あれ、あなたあれね、進学ちょっと危うい。CB 先生、靴を変えてる姿。あ、できない。でしょ。なんで？できない。リフティングはローファーになるとできないっていうのが立証されたかもしれないわ。楽しい。さあ、ここちゃんと見ていくよ。サートメー、サートメー、もうちょっとかな。サートメー、行って、もうちょっと、もうちょっとなんか、ボール色。あ、シンディが喋れるし、国勢にも出ちゃう。すごい可愛かったよ、国勢。みんなで見たの。もうね、うちの妹なんてね、キャーキャー言っててね。嘘くさい。はい、じゃあサートメー、もう下がって。わかります。いやー、よかったね、今のね。面白かった、面白かった。ある意味で芸能界に向いてるかもしれないよね、こういう子はね。逆にね。はい、じゃあ次やりたい子いますか。そう、違う、どうしよう、どうしよう。こういうことで積極的に行かないのが今ダメなことなんだよ。はい、じゃあすごいね、ここ出しゃばり組。はい、じゃあそういうことで
仲や。ケーキ持参で。じゃあ何を食べれるんですか。じゃあ15。おお。15秒未来のギャル曽根を狙ってる中谷さやかが今日はケーキの早食いいきます。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13。おお、なかや、なかや今何歳だっけ？なかやさ、何が夢だったんだっけ？あれ？なかや満点欲しいですか？じゃあみんな、なかやに拍手。じゃあ最後にみんなにありがとうございましたと言って退出してください。うん。面白いね。だから可愛いかも。ね、可愛いな。でも何声優になりたいのに何言っちゃうか何全然分からなかったね。はい、じゃあ次なんかやりたい人いますか。はい。お、こしおぎちゃん。柏木ちゃん何やってくれるの。私は太鼓の達人をやりたいと思っているんですけども。おお、じゃあどうぞ。持ってきます。3つで対決して1番になれますっていう特技です。あら、そう、すごい。はい、じゃあ難易度があるんですけど、簡単、普通、難しい、鬼っていうのがあって、鬼で絶対1番になります。おー、よし、じゃあやろうぜ。曲はね、創世のアクエリオン。じゃあ頑張ろう。あー、難しいかも。緊張する。どうしよう、頑張れ。絶対頑張ろうね。ゆきりんを潰そう。太鼓の達人やるのにこんなに緊張する本当だね。真剣勝負だから。うわ、もう始まってんの。始まってる。あ、楽しい。地味これ。地味で分かんないけど、どっちから出てくる。ごめん。え、隣の音がうるさい。すごい。ねえ、できない。私1個もできないよ。大きいよね。学校でゲームはしちゃいけません。なんで。はい、先生。先生負けだから。先生負け惜しみですか。つまんない。やばい、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 やばい
みんな1にしてやろうか。はい、ありがとう、ゆきみ。それでは、まゆゆの技術、始めまーす。イエーイ。はい、この授業では、おはぎまゆゆ先生が出来損ないの生徒たちに芸術とは何なのか教えていきます。今日の出来損ないさんたちは、この人たちです。イエーイ、イエーイ、イエーイ、どうも、イエーイ。今日の副部長は、この人、はーちゃんです。はい、副部長になりました、よろしく。よろしく。はい、それではみんなには作っていただこうと思うのですが、その前に私がお手本を作ってきました。おお、はい、それはこちらです。じゃん。何でしょう、これは。キノコ。キノコ。そう、これはあのキノコの山というのがあるんですけど、そのキノコをモチーフに作ってみました。どうですか。結構うまい。上手ですよね。かわいい。これ取れるんでしょ。そう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 、取っちゃったから、さっき水で頑張ってしまったから。そう、はい、私が大好きなこのキノコのように、皆さんには食べ物を作っていただきましょう。バイ。はい、それではどんどん作ってください。レッツ食べ物クッキング。で、この声普通のじゃん。なんか、寝ない今何を作ろうとしてるの。ハロの作品が完成したそうなんですけど、はい、とりあえずまあ最初は副部長の作品から見ていこうと思うのですが、はい、ちょっと、はい、いやこれはちょっと数の子、絶対数の子じゃないですよね、これ。数の子このアートで撮れた。あのつぶつぶが数の子のあのつぶつぶを、これは中途半端につぶつぶつけるならつけない方が良かったかもしれない。まあ、全体的に残念な感じになっちゃったね。じゃん。初雪の作品はこちらです。どういうのです。題名はお、フルーツたち。ワンダーランド。ワンダーランドのフルーツたち。ワンダーランドはどこにあるんですか。ワンダーランドは結構10分ぐらい。あ、近い、近い。ですね、すごいね。まずですね、これはチェリーです、うん、あ、サクランボ。サクランボ。そうです。すごいなんかセンスがね、かわいい、なんかアメリカンみたいな、すごい、茎もね、茎までちょっとこだわりました、ね、ちょっとマーブルに。ほんと、色がね、超細かいかわかんないけど、すごい、でもなんかかわいいよ、すごい、うん、まあ、松雪らしい作品ですね、うん、かわいい感じでね、かわいい感じで、そうそうそう、素晴らしいと思います。はい、はい、フルコースです。あ、フルコースという題名。あ、フルコースですね、うん、そう、これ、なんだかわかる、これ食べたことある、これじゃがいも。これ何？わかんない、チョコ？フォアグラ。フォアグラ。フォアグラ、これ。フォアグラ、ほら、眉、ほら、フォアグラ。フォアグラ。カミネット、カミ。フォアグラ。フォアグラ。うーっつってた、今。はい。じゃあ、最後は、はい、ユキリーの作品、はい、作品ですね。題名は、ミスマッチ。ミスマッチ。ミスマッチ。ミスマッチすぎるね、これ、ちょっと。ね。まあ、アイスクリーム、ここら辺すごいこだわって。あ、でも細かい。すごい。汚い。確かに、ちょっと汚い。もう、ちょっと、ちょっと、くちゃくちゃ。ってやった感じになっちゃった。やりすぎちゃった感が。はい、ということで、ダメだった、一番ダメだった人には罰ゲームをね、してもらうんですけど、はい、まあ、その罰ゲームの内容は、アナゴさんを紙粘土で表現するっていうね。難しい。難しい。はい、じゃあ、目つぶってした。もう、あれ？カズノコにも負けたってこと？そうだよ、うん、ちょっとね。はい、それでユキリンは居残りで、皆さんはもうおしまいなんで帰る時間ですね。はい、帰っちゃうの。さあ、下校だ、下校、下校、下校。はい、それではファイト。じゃあね、ユキリン、頑張ってね。頑張ってね。まあね、一番ダメだったから居残りになっちゃったけど、アナゴさんを10体作ってもらおうと思います。
10体作るまでここにいろってことですか。うん、猪子はいるから。やだお、ちょっとアナゴさんが見えてきません。はい、できました。お、アナゴさん濃くなりました。できましたよ、私。お、お、お、うまいでしょ、意外に。なんか茶髪、茶髪がちょっとなんかちょい悪、ちょい悪、アナ、そう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 、ちょい悪、アナゴさんじゃないのこれ。いや、ちょい悪アナゴさん、ちょい悪アナゴさん。あ、キモい、やだ、キモい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 。いや、一生帰れないかもしれない、私。いいですか。うん、一緒に鬼ごっこしてくれませんか。え、どうしたのいきなり。ダメですか。別にいいけど。じゃあ先生鬼ね。よいしょ。え、ちょっと待って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 、いけない、何何、捕まえた。私先生のことがこれってもしかして告白？俺もお前のこと好き。え、違うんです。先生のスカシカシパンのコスプレがすごいなって思ったんです。あ、え、それどこで見たの？よく秋葉原に行くんですよ。で、あれ先生だと思って見てたんですよ。え、君コスプレ好きなの？はい。あ、じゃあ一緒にコスプレしちゃう？行っちゃいます。よし、じゃあ行こう。一緒にコスプレしよう。はい。あ、なっちゃん。なっちゃん、体調大丈夫ですか？かわいい、なっちゃん。心臓の音聞いてあげますよ。これね、やられた人はね、もうね、ドッキンだよね。ドッキン、ドッキン、ドッキン。風邪ひいてませんか？アルゴだ。アルゴがなんか風邪ひいてますか？やりたい子いますか。はい。じゃあまゆゆ。はい。よし。まゆゆ何やるの。まゆゆと言ったらアナゴさんだからね。アナゴさんはみんながよく知ってるキャラクターだと思うんですけど、アナゴさんを10秒以内で描こうと思います。はい。おお、すごい。はい。なんでみんなちょっと1から123ってゆっくりカウントしていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。はい、じゃあ渡辺真由でアナゴの早書き、よーいスタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9
アナゴさんってみんなが分かって似ていれば合格ですね。はい、はい、じゃあ、はい、せーの、じゃん。あ、おお、あー、ちょっとね、二日酔いだね、それ二日酔いじゃない、ちょっと、目が死んでいるよ。あ、目を生き生きさせて。はい、じゃもう一回。はい、じゃもう一回。じゃあさ、眉はさ、10秒をさ、切ってもうちょっと最速でかけない。さっき9秒ぐらいでかけてたんだけど5秒で、アナゴさんテイストを書いてくれたら。じゃあ5秒で、アナゴさんテイストに。わかった、はい、じゃあどんなアナゴさんできるか楽しみだね。じゃあ、まゆゆ頑張って5秒でアナゴさんテイスト書きます。よーい、スタート。1、2、3、4、5。はい、できました。5秒で書いたアナゴさんテイスト、どうぞ。じゃあ、まゆ。今私のことババアって言ったわよ。可愛い顔して減点ね。はい、すみません。じゃあ次、おみこち。はい、もうじゃあフラフープをやります。はい、佐伯美香ちゃんで足フラフープ、どうぞ。おお、これが足フラフープです。アキレス腱大丈夫なの？はい、健康です。腰フラフープ。フラフープ。あ、ちょ、なに？何やるか教えて。何？これ飾りなんて関係ないの？ああ、そうなの、わかった。でもすごく目立つね。なんかフラフープよりもすごく気になるけど。あ、無視。うん。あ、気になりますか？うん。バッサリ。チュンチュンチュン。おお、もっと見せてよ。違うから。わかった。なんか相性が悪かったです。ああ。でもすごくないですか？うんうん。
心の扱い方が分かんない。どうしてあげればよかったの？親がここまで押せばよかったんです。次。びっくりした。キュウリの早食い、田辺美久。あのね、田辺さんは事前にアンケートで、私はキュウリの早食いができますって書いて。どのぐらいで食べられるの？いや、20秒だったらいい方かな。一本？しかも田辺誰もつけないの？なんかもついてないね。すごいね、それで食べられるの。すごくない？ターミは葉っぱだったの。そうそう、全然葉っぱだよね。じゃあ行こうか。はーい、頑張れ。せーの、ビーチー。まさかの展開だったわね。生放送向きではないけど、ないけど、アクシデント大賞で、たまにテレビに出てくる人みたいな扱いだったらすごいいいかもしれない。今のはなかなかできないリアクションよ。みんな見習って。すごいよかった、田波頑張ったよ。今頑張ったからやっぱり、頑張った。次、はい、次なんかある子いますか？あ、かわいい。なになに？ちょっと準備させて。米沢は今日ね、優等生ぶりたいっていうことでトランペットを持ってきてくれました。おー、持参で、わざわざ持参で。昨日、5年ぶりにやったんですよ。5年？5年ぶりにちょっとやったんで、誰かに楽譜を持ってください。お願いします。じゃあ米沢ルミでトランペット、まず音程からやります。うわー、ヨネちゃんもうやめてよ。ヨネ沢ほんと、うわー。うわあ、くっさー。何の曲よ、ねちゃん？明日があるの。え、何何？明日があるの。はい、やります。米沢ルミバージョンで。はい。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。ヨネちゃんごめんね、ほんと。ほんとにヨネちゃんごめん。聞いたことない、その歌。
でも、はい、ごめんだけど、ヨネちゃんが吹いてる時の顔はゴリラみたいだった。すごい面白かった。みんな笑ってたじゃん。みんな笑ってたじゃん。どうしたのそれ。ここ加えてるとなるんだよ。すごいね。真っ赤っかになってる。ヨネちゃん頑張ってった。頑張った。ほら、もうこれ満点だよヨネちゃん。本当？ありがとう。次は野口玲奈で花ピクピク。何秒でやりますか？何秒で何回も入るの？どのくらいできる自信は？15秒で何回が入るんですか？新記録。数えられないから数えててください。はい。はい、行きます。あと記録に挑戦すれば。そうだね。そうだ、うん、せーの。すごい何回？すごいよグッサン。それはさ、鼻を動かすだけしかできないの。歌ったりはできないの？すごい集中しないといけない。じゃあ鼻を動かしながらさ、なんか踊ったりできる？できないですよ。ちょっとやってみようか。何を踊ればいいの？何踊れる？変なおじさんを踊ろうか。変なおじさん。変なおじさん。せーの。変なおじさん。できたよ。まだ慣れてないから鼻が慣れてない。鼻慣れてくるもんなの？はい、あったかいとすごい動くんです。ごめん。あ、これで別に取るあつもりはなかった。強気ですね。意外に強気発言。じゃあ次あると言いますか。はい、みんな松行きが口芸か、バスケをやってくれるということなんだけど、どういうこと？あ、とりあえずやります。スリオセソの、なんでしょ、釣りの釣りを捨てと釣り針に引っかかった人です。はい、まずは口からいきます。おおすごいすごい、すごい。そして眉毛も、すごい。じゃあなんかもうちょっとできないの？じゃあバスケット。OK、バスケをやりながらやる。なんだよその OK。 ドリブルをしながら。何ドリブルをしながら。ドリブルをしながら、これを釣り針すんの。それ意味あんのか。とりあえずやってみます。うん、走ってドリブルしながら釣り針やってみる。ゆっくり。怖い。ありがとう、すごい楽しかった。次は太田愛佳のバトントワリング。魔法かかっちゃうよこれ。魔法かけちゃうよ。おーかわいい。いいね。
大会でね出て3位だった。おお、プチ自慢入りました。じゃあさ、それをすごく自慢げに、私は3位になったのよ、ほらみたいな感じでやってみて、可愛く最後決めのポーズも入れて。やっとって決めのポーズ。うん。私は3位になったんだぞ。じゃあ。おお、可愛い。可愛い。可愛くてさ、悔しい。やりますか？可愛くなりますよ。本当に？はい。どうやってやったらいいの？シビシビ手は握ったままだよ。うん。そうそうそう。死ねえ。あ、そうなんだ。入るぞ。それこそ。なんかできるんだよ。あ、すごいじゃん。あとこれ2回なら。じゃあ次は井上なるのモノマネ。はい、じゃあいきます。井上なるのモノマネショー、イエーイ。はい、まずトップバッターのハモ太郎さんで公式がやります。ハモ太郎さん、ハモ太郎さん、そのひまわりください。あ、知ってる。声にモザイクが入っている女性やります。あの、私は全然悪くないんですよ、本当に。あ、本当に悪くなくて、あの、違うんですよ、本当に。はい。え、終わり？なんか他にないと合格ってあげられないな。どうしよう。え、ないです。はい。ダンス柔軟スタート。ダンス柔軟で、次は柔軟にします。いきます。おー、すごい。次は最後になりました。みんな誰だか分かってるよね。はい。ハルゴン。はい。ハルゴンはブリッジをやってくれるそうです。はい。さて、最後に持ってきただけ面白いことができるんでしょうか。できません。できるよって言ってたよね。できます。終わり？歩け！歩け！頑張れ！終わりです。え？じゃあ、もう一回歩いてよ。エクソシストやないか。え、じゃあそれやってさ、カメラさんの方に向かってやってみな。カメラ、あの、テレビの前の皆さんも味わってください、この怖さを。それでは中澤遥香でエクソシスト。じゃあさ、最後にあの心理先生の特技を見せたいと思います。おー、待ってました。
今点数取れなくて残念賞になってしまった人手を挙げてください。じゃあちょっと前に出てきてくれるかな。私はモグラ叩きが得意です。それじゃあいきたいと思います。せーの、くし。うわっ、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 う